SDGs についてご存知ですか？ SDGs とはサステナブルデベロップメントゴールの頭文字を取った略称です。サステナブル、持続可能な、サステナブルな、デベロップメント開発、発展、ゴール、目標の3単語からなり、日本語では持続可能な開発目標と言います。SDGs は2030年までに持続可能でより良い世界を目指すために掲げられた国際目標で、貧困や飢餓の解決、地球環境の保護、差別の撤廃など17のゴールで構成されています。2015年に開かれた国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに記載されており、国連に参加するすべての国がこの目標に取り組むことを宣言しています。目標1番、貧困をなくそう。目標2、飢餓をゼロに。目標3、すべての人に健康と福祉を。目標4、質の高い教育をみんなに。目標5、ジェンダー平等を実現しよう。目標6、安全な水とトイレを実現に。目標7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。目標8、働き会も経済成長も。目標9、産業と技術革新の基盤を作ろう。目標10、人や国の不平等をなくそう。目標11、住み続けられるまちづくり。目標12、作る責任、使う責任。目標13、気候変動に具体的な対策を。目標14、海の豊かさを守ろう。目標15、陸の豊かさを守ろう。目標16、平和と公平をすべての人に。目標17、パートナーシップで目標を達成しよう。